はい。皆さん、こんにちは。ネット物販講師の黒沢です。今回は Amazon レビューの見方について説明させていただきます。Amazon で商品を購入される方も、Amazon で商品を販売する方も、どちらの立場の方にとっても非常に大切な内容です。特に桜レビューの見分け方についてはご関心ある方も多いかと存じますので、もしよろしければ最後までご清聴いただければ幸甚です。今回の内容は Amazon のレビューだけではなく、例えばレス レストランの口コミサイトみたいなものにも共通して言えることです。ただし、食べログのように裏で営業をかけられて、評価をいくらでも操作されてしまうようなサイトも存在していますので、余談にはなるんですが、レストラン関係のレビューをチェックしたい方は、Google のレビューをチェックすると個人的にはいいかなと思っています。先に商品を購入する方と商品を販売する方、それぞれにとって、レビューの見方を分かっておくと、どのようなメリットがあるかをお伝えします。 リアルなレビューは何なのかということを見極めることによって商品を買って失敗する確率が格段に下がるということですね。 出そうと思っている商品の類似品のレビューを解析することによって、お客様がその商材のどこに着目されているか、どんな点に不満を持っているか、もしくはどんな点に満足しているかっていうことを可視化することができます。結果、お客様が不満に思われている点を払拭し、もしくはそういった欠点のない商品を選出し、並びにお客様が満足に感じられている点を兼ね備えたような商材を探すことで、より売れやすい。 商商品品お客様にご納得いただけるるをめから提供することができるというわけですですは、早速話をしていきます。まずこちら。私はトランペット型と呼んでいるんですが、逆ピラミッド型とも呼ぶことができるかなと思います。曲線的なグラフになっていて、評価5、4の人が一番多く、1や2の人がほとんどいない。このようなレビューの詳細っていうのはかなり理想的な商品と言えます。どんな商品を売っても 必ずそこに対してマイナスのレビューを書く人っっていいうののは一定数いらっしゃるわけですねその1や2のレビューをつけた方のレビュー内容をしっかりと見てみてそれが致命的な欠陥であれば話は別ですがもしその人の主観的な意見だとかある種わがままみたいな内容なのであれば基本的にこういった逆ピラミッド型トランペット型の商材は理想的な皆さんが多くの皆さんが満足している商品と言えますつ この逆ピラミッド型を作家さんにした通常のピラミッド型ですね、5や4のレビューの人がほとんどいなくて1や2のレビューの人がかなり多い商材というのは単純に欠陥商品だったり不良品だったりする別の言い方をすれば客観的に見ても拭えないような欠点のある商品だと考えることができます。例えば商品画像と明らかに違う色味の商品が届いた場合100人中100人の方が不満に思うのも 当然ですよね商品自体が粗悪なのか、商品ページと実際届く商品が全く違っているのかという話は別にして、こういった商品っていうのは不満足な商品になる可能性が高いです。ここでセラーの方はもうちょっと細かく分析する必要はあると思います。不満足な人のレビューの内容を見てみて、そのレビュー内容っていうのが商品自体ではなく、商品ページの情報をしっかりと改善することによって解決 できる類のものなのであればたくさんのレビューがあるイコールたくさんの方が購入されているのは事実ですから適切にその商品を売れる可能性も十二分にあると思いますでは次棒型になっている商品レビューです棒型というのはレビュー5から1までだいたい同じ数ついているグラフになっているということですこちらの商品に関してはもちろんジッパ人からげでは言えないんですが改善点や不満点はある もののその不満が主観的なものになっている可能性が高いです例えばサイズ感の違いですね普段他の m サイズの商品を普通に着ている自分にとってはパツパツで全然着られなかっただとか逆にダボダボで大きすぎてしまったそういった場合は低評価になるんですが実際人の体型っていうのは10人トイロじゃないですかまた普段着ているファッションブランドの商材が例えば m サイズで思いっきりキツキツだったり m サイズでも言う だったり、普段どのような服のサイズ以外にも生地の厚さっていうのは人によって感覚が変わってくると思います。例えば夏場暑い時であれば届いた商品が思ったよりペラペラの生地でも満足いくものになるはずなんですが冬場であれば同じ商品届いたらもっとあったかいものが届くと思ったのにペラペラだったからダメだっていう低評価になってしまうわけです。 わけですこうした各自の TPO に応じて相対的に評価が変わるポイントに関しては棒状のグラフになることが多いです。ただし商品サイズや生地感についても事前に商品のタイトルだとか説明文でしっかりと明示しておく。また説明文自体なかなか購入する方って読みませんからセラーの方は画像2枚目以降に記事は薄めですよだとかサイズはきつめですよだとかしっかりと明記することによってこの棒状のグラフ フっていうのはトランペット型逆ピラミッド型に変わっていくと思います最後に逆この字型評価の5が妙に多くって1が妙に多いこれは完全に桜レビューの可能性が高いです今ご覧いただいているこちらの画像 amazon のレビューとデザインが違うことに気づいた方もいると思いますが実はこちらあるレストランのレビューなんですある焼肉テントまでは申し上げさせていただきますがこちらのお店 youtube で情報発出 をしているある有名なインフルエンサーと言いますか、自己啓発系のビジネスの情報発信をしている人が開店したお店なんですが、見事に評価5と1でドーンと逆コの字型になっていますよね。なぜかというと、俗に言う信者の人たちが高評価をつけて、一般のお客さんが低評価をつけているっていう状況だからです。アマゾンの場合は、この信者に当たる部分が桜レビューに置き換わるだけなんですが。 グラフとしては全く同じものになります。あまりにも典型的な、理想的な逆この字型のグラフになっていたので、こちらのレビューを引用させていただきました。ちなみに私も中国人の知り合いっていうのは多いので、知り合いの知り合いが今度日本アマゾンで商品を売るから、桜レビューを書いてくれないか、商品丸々あげるからっていう甘いオファーをいただいたことはあります。その商品は約5万円するエアロバイクだったんですね。商品レビューをパパ パパッと書くだけでで5万円のエアロバイクをタダでもらえるのであればちょっと考えちちゃいますよねもちろん結果的には断ったんですが、そういったオファーも自分の直接の知り合いではないですが、直接の知り合いを通して別の中国人で日本アマゾンで販売している業者からいただくこともありますが、すべてお断り当然なんですがさせていただいてます。というわけで今回は商品レビューの見方について購入者の目線並びに販売者の目線で話をさせていただきます。 いただきました。今回の動画参考になったなって方は高評価チャンネル登録いただければ幸いです。最後までご清聴くださりありがとうございました。